日本中国地方広島県広島市南区本、裏本浦は広島市南区に位置する地区であり、ここでは本法を町名に含む山頂の総称として用いる。広島県を流れる大田川デルタのうち、円光川と京橋川に挟まれた巣の内陸部、やや南半に位置する。広島の深海地発展図、現在の本浦地区を含む黄金山麓が、 広島追記時には当初であり、江戸時代の東深海、南深海の造成によって陸続きになったことが示されている。1945年の米軍作成の地図、図中元浦町及び元浦が確認できる。町名の本庫は、かつてこの近辺が広島湾島に浮かぶ二歩島であった時代黄金山のふもとに形成された漁業集落二歩七浦の一つ。 本保に由来し、その名称からして、日本七浦の中では最も古い歴史を持つことが考えられる。1662年の東深海の埋め立てにより、日本島は七山など、広島城下と地続きになったことで、本浦地区は海から切り離され、漁業集落としての性格は早くに失われた。村内には、 高地が乏しかったため村民は新たに造成された深海地を工作しまい、麦、ついで綿花などを栽培した。明治に入り1889年、本、裏を含む二歩島及び向井洋の集落は町村制による秋郡、二歩島村となった。この時期になると村から海外への移民が盛んになり、1911年時点で、 淵崎地区からの海外移民は360人に上った。1874年には小学校として、ひとしふしが創立されたが、1908年には、淵崎の二本神城高等小学校に統合され、廃止された。1929年、二本村は、広島市に合併され、本、裏を含む、旧村域はすべて、広島市、二本町となった。 1930年代には、海外からの輸入制限撤廃の影響で衰退した、綿花栽培に代わって、レンコン栽培が拡大。一時は、レンバケが、町の代表的な景観となった。第二次世界大戦末期の1945年1月には、現、私立工業高校の高地に、私立高専が設立された。同年8月6日の原爆投下に際しては、 爆心地から 3km 以上離れていた本浦も山陰に入っていない地域は爆風により、家屋の多くが半壊に近い被害を受けた。また当日、淵先と共に市内での家屋疎開作業に動員されていた住民の中からも多くの犠牲者が出た。戦後の1966年9月1日には町名変更が実施、日本町が多くの新町名に分割された際に、 現在の本浦町、西本浦町、東本浦町の3町が新設、さらに、篠の目町の一部が東本浦町に編入された。さらに、同年12月7日には新広島バイパスが開通した。この結果本浦地区では、バイパスに近い区域や黄金山北側の丘陵地帯を中心に再開発、宅地開発が進行し、 かつての蓮田や山林を中心とする景観は一変した。またもともと本浦地区は全域が二歩小学校の学区に属していたが、宅地化による人口増加を背景に1977年、隣接する北大河町に黄金山小学校が開校すると、本浦町の一部と西本浦町が同省の学区に分離され、現在に至っている。ありがとうございます。